これはデモ音声です。写真拡大、来季は打倒小畑だ。巨人の岸来麒麟捕手25が9日に都内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、100万増の1600万円で契約公開した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今季は1軍に帯同した期間がありながら出場機会に恵まれず、27試合出場、打率も1割8分2厘と結果を残せなかった。これはデモ音声です。ベテラン捕手の炭谷が抜けた中、飛躍を期待されたが、伸び悩んだ1年となった。株式会社 AI によるデモ音声です。それでも、球団の期待は大きい。株式会社 AI が提供するデモ音声です。来季からの背番号を、その炭谷が背負っていた27に変更。株式会社 AI が提供するデモ音声です。自身も、僕の中で、27番はキャッチャーナンバーだと思っていて、捕手をやり始めた頃から、27番に憧れを持っていた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今までつけていた方々が偉大な先輩方ばかりなので、変更になったことを聞いたときは嬉しく思いましたと笑顔を見せた。これはデモ音声です。背負った番号に恥じないためにも、来季は二人の先輩を追い越さなければならない。株式会社 AI が提供するデモ音声です。チームでは、大城、小林と越えなければならない高い壁が存在するが、大城さんや小林さんに比べて試合に出てないので経験値は違うと思うんですけど、その二人に勝たないと試合に出れないので。これはデモ音声です。その二人に負けないような自分の良さを前面にアピールして、結果を出したいなと思いますと、決して遠慮はしない覚悟だ。これはデモ音声です。オフには、同級生の岡本和、先輩の吉川と合同自主トレを予定。株式会社 AI が提供するデモ音声です。打撃力にも磨きをかけ、打倒小畑で正捕手ダッシュを狙う。これはデモ音声です。金額は数。